必須元素は生物が摂取することで得る生命維持にとって欠かせない元素。通常、特に断らない場合は人間の生命維持に必要な元素を指す。ここでは主に人間の必須元素について説明する。植物の必須元素については栄養素を参照。栄養学におけるミネラルあるいは無機質は必須元素から水素、炭素、窒素、酸素を除いたものを言う。 必須元素は12種類の主要元素と16種類の微量元素に分けられるが、これ以外にも生体に必要な微量元素が存在する可能性がある。主要元素は比較的どこでも存在していてそれほど摂取に困らないような元素で、またそれだけ必要とする量が多い元素である。微量元素は必要量の微量な元素である。必須元素は欠乏すれば欠乏症となり、 過剰に摂取すれば過剰症や中毒症状を起こすので適量の摂取が必要だが通常の生活においては自然物の食事を常識的な量と種類だけ食べていればほぼ適正な範囲内で収まる。猛毒として知られるヒ素も微量必須元素である。このヒ素は普通の食事にはほぼ含まれていないためヒ素中毒は極めて稀である。微量元素の多くが体内での酵素 活性中心などに利用され、ごく微量が必要とされているが、その微量が欠乏すると、直ちに体内代謝などのバランスが崩れ、それぞれの元素に特有の症状が現れる。例えば、亜鉛の欠乏は、味覚障害や肌荒れとなって現れる。地上に豊富に存在する割には、微量元素としてあまり必要とされていないのがとアルミニウムである。通常は、 正しい日本の食生活をしていれば不足することはなく、サプリメントは無益無毒か無益有毒ともなる。しかし、医学的な静脈栄養や人工的な植物工場の製品では微量元素が不足する可能性があり、対策が進んでいる。植物の必須元素と動物もしくは人の必須元素は異なるミネラルの働きと人間の健康、渡辺和彦著。 ビューインベスティゲーターズコンファームブローミンスクリティカルロールインテッシュデベロップメントバンダービルトユニバーシティ2014年6月25日閲覧清流等科学工業日報2014年6月25日 P1 東京科学工業日報社ありがとうございます